薬学研究科では、創造的な薬学の層と量の拠点を構築し、薬学の学習研究を通じて創薬研究者と先端医療を担う人材を育成することによって、人類の健康と社会の発展に貢献することを理念としています。生命倫理を基盤に、薬学の基礎となる自然科学の諸学問と薬学固有の学問に関する知識と技術、および研究者・医療人として適正な態度を習得し、独創的な創薬研究を遂行しうる薬学研究者、高度な先端医療を担う人材の育成を目指します。薬学研究科は大きく2つの専攻、薬科学専攻と医薬創生情報科学専攻から成り立っています。2012年度からはこれらに加えて、薬学部薬学科の卒業生を対象とする4年生博士課程も設置する予定です。薬科学専攻は、創薬科学専攻、生命薬科学専攻、医療薬科学専攻の3専攻が統合して2010年度から設置されました。薬学の基礎となる自然科学と薬理学・薬剤学をはじめとした薬学固有の学問を分野横断的に研究し、先端的な薬学の新学問体系の構築と高度な専門的知識を有する研究者・薬剤師の育成を目指します。医薬創生情報科学専攻は2007年度に設置されました。薬学の根幹をなす創薬科学とコンピューター科学の進歩に支えられたバイオインフォマティクスを核とする情報科学とを融合させ、 IT 創薬研究者・技術者など次世代の医薬創生を担う独創的な人材の育成を目指します。高性能のレーザー顕微鏡で細胞に備わっている未知の仕組みを明らかにすることで、創薬ターゲットを探索する試みも進められています。また最新の医療機器を利用した分子イメージングの手法を用いて、脳疾患、心疾患、がんなどの病態の仕組みを明らかにしたり、実際に医薬品を生体に投与した際の薬の動きや作用を解析する研究も行われています。薬学研究科修士課程修了者は、大学院博士課程進学のほか、製薬会社をはじめ国公立研究機関、大学など教育機関、医療機関などに就職しています。